全ては偶然だ。だがその偶然はあらかじめ決められていた世界の意志でもあった。俺はイカれてなどいない。至って正常だ。ここでは真実を語っているんであって、断じて中二病の妄想なんかじゃない。きっかけはほんの些細なことだとしても、それが未来の大きな流れを決定づけてしまうこともある。バタフライ効果という言葉を知っているか。知らないなら調べるのだ。それぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ。残念ながら俺は慎重じゃなかった。自分の愚かさを分かっていたらあいつを失うことになんてならなかった。未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった。分かるはずがないだろう。その瞬間の自分の手に人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことは分かるはずがないんだ。考えてもみるがいい。普段の人間の知覚は 99% が遮断されている。人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ。普段の生活の中に生まれている何気ないことなど気にも留めないし、知覚したとしてもすぐに忘れるか脳が処理をしないかのどちらかなんだ。あの時の俺に言ってやりたい。迂闊なことをするなと、軽率なことをするなと、見て見ぬふりをするなと、もっと注意を払えと。陰謀の魔の手は思った以上にずっと短いんだね。いつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだと。宇宙に始まりはあるか、終わりはない。無限。星にもまた始まりはあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであるの。歴史からも読み取れる。海に生ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言える。ねえねえ、何ブツブツ言ってるの？オカリン、ねえってば。いや、こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。ドクター中鉢は抜け駆けをした。たっぷりとその考えについて聞かせてもらうつもりさ。何？機関が動き出しているだと？それが
タインズゲートの選択か。エルン、サイ、コンビル。さっき携帯で誰と話してたの？聞くな。それがマユリのためでもある。そうなんだ。オカリン、ありがとう。それよりオカリン、オカリン、マユリよ、いつも言っているだろう、俺のことをオカリンと呼ぶなと。でも昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺は鳳凰院教魔、世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。ふぅだって難しくて覚えられないし。それに岡部凛太郎と一文字も合ってないよ。おかしいね。でね、おかり、教えてほしいんだけど。これからここで何が始まるの？お前はそれも知らずここまで俺についてきたというのか。これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。記者会見？でも記者さんなんて見当たらない気がするよ。
あるいは機関による何らかの妨害を受けたのかもしれないな。巻き込まれるのは勘弁だがな。巻き巻きトカゲ？あ、それを言うならエリマキトカゲだね。マユリ、気をつけろ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起きる。爆発だと？予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。陰謀の匂いだ。何を隠してんだ。さっきの爆発は何だ。
俺だ。どうも嫌な予感がする。俺たちが知らないところで何かが起こっているようだ。ああ、分かってる。無茶はしないさ。俺の命は惜しいからエル、さあ、こう。マユリ、何をしている？あのね、ウーパが欲しいなって。やればいい。ウーパが当たるかどうかは保証できないがな。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。だからオカリン、オカリン、100円貸して。黙ったれるな、マユリ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。では、マユリにくれてやろう。本当？いいの？オカリン。ほう、今日まだ。ありがとう、オカリン。本日は、ドクター中鉢によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。どうやら始まるようだな。行くぞ、マユリ。待って待って、名前書かなくちゃ。それでは早速登場していただきましょう。発明家ドクター中鉢さんです。皆さん盛大な拍手でお迎えください。
ドクター中鉢だ。どうぞよろしく。それではここに集まってもらった諸君だけに、人類史に残る世紀の大発明、タイムマシンについての理論をお教えしよう。タイムマシン？あの人が作ったの？ドクター！バカにするにも程があるぞ。なんだね君は。俺が誰なのかはどうでもいい。それより今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ。ジョン・タイターのパクリではないか。あなたはそれでも発明家か。誰かその男をつまみ出せ。出ていくのはあなただドクター。恥を知れ。この人材、あなたには発明家を名乗る資格はないぞ。うるさい、黙れ生意気な若造め。話せって。ちょっと来てくれませんか？貴様、機関の人間か？は？まさか、ここまで手が回っているとは。俺としたことか。ふざけてないで、ちょっと来てください。ここで俺に何かすれば人目につくぞ。そうなれば貴様もいろいろまずいだろう。何かって何ですか？人聞きの悪い。
私はあなたに聞きたいことがあるだけです。それに答える義理はない。機関のやり方は分かっている。だから機関って。俺だ、機関のエージェントに捕まった。ああ、マキセ・クリスだ。あの女には気をつけろ。いや問題ない、ここはなんとか切り抜け。何をする？ あれ？この携帯、電源切れてる。誰と話していたんですか？貴様に答える義理はないが、一応教えてやろう。それは、俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特別製の携帯なのだ。うわっは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 。そう、独り言だったのね。さっき、私に何を言おうとしたんですか？さっきとはいつのことだ？ほんの15分くらい前、会見が始まる前に。私に何か言おうとしましたよね。すごく悲しそうな顔をして。今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私、前にあなたと会ったことありますか？私の名前知ってるんです？俺は全てお見通しなのだ。天才少女よ、次会う時は敵同士だな。さらばだ。うわっ。あれほどのエージェントを送り込んでくるとは、ついに本気になったようだな。だが、俺はまだ奴らに捕まるわけにはいかんのだ。マユリを置いてきた。
ているか。マユリ、なぜ出ない？まさか、マキセ・クリスメ、マユリをさらったな！おのれ、それが、帰還のやり方か！あの女、俺におじけづいたか。よかろう、今日のところは見逃してやるとしよう。マユリ、なぜ電話に出ない？そろそろ帰るぞ。あ、オカリン、メタルウーパがいなくなっちゃった。いなくなった？勝手に動き出したのか？それは実にファンタジーだな。落としたみたい。見つからないなら諦めろ。また当てればいい。当たりっこないよ。だってね、メタルウーパはネットオークションで1万円近いプレミアがついてるんだよ。なっ、に？マユリよ、一体どこで落としたのだ？わかんないから探してるんだよ。あと、見つけても売らないからね。その1万円、この俺の研究資金にしてやる。だから、売らないってば。マユシーの名前書いちゃったし。おのれ、金にしか興味のない下劣な奴め、恥を知れ。オカリンもね。
マユリ、ここにいろ。警察を呼べ！何があったの？顔色すごく悪いけど。人が死んでた。
消えた。